松田先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、愛知県半田市で、接骨院と整体院をしております松田義弘です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは松田先生のインタビューを進めていきます。松田先生は治療業界の道へ進まれたきっかけは何なぜでしょうか。はい、自分自身中学高校と部活を結構それなりに頑張ってやってて、腰痛が出たりとか、あるいは肩痛めたりとか、いろんなとこ痛めたりしたわけですけど、そういった中で接骨院に通院する中でですね、やっぱりそういう悩みを持ってる方が治している姿、先生の姿を 見させていただいたりとか、あるいは中国にありがとうと言われるような、お言葉をですね、聞かせていただいて、とてもいい仕事だなと思って、で自分もそんな悩んでる人のたちのことを助けられるような仕事についてみたいなということで、施術家になろうと思いました。なるほど。松田先生の院にはどんな患者さんが多くお越しになられますか。はい、50歳代ぐらいの、女性の方で、慢性腰痛を持っておられるけれども、でも週に1回ぐらいはですね、なんとか、施術をして、スポーツの方をですね、続けていきたいというような方が多く見られております。炭酸を去年から、夏頃からもう1年ぐらいになられるんですね。導入されてから何か違いはありますか。炭酸整体を使うというかね、炭酸味噌を使って整地させていただくことによって、やっぱり、筋肉と関節が一瞬にやっぱり緩みますので、また柔らかくなりますので、患者さんにもですね、とっても喜ばれてますし、あるいは刺激した時に弱い力でね、施術ができますので、非常に痛みも少なくて喜ばれております。反応はいい、反応はいいですね。はい、松田先生はスポーツ選手の指導やスポーツ選手のケアのことなどにも積極的に取り組んでおられますが、なぜそのようなところにも取り組んでおられるんでしょうか。自分がスポーツやってた時にですね、非常にこういったこともしていただいてですね、他の先生に、非常に自分も助かったし、自分のパフォーマンスも上がったし、いい状態で、試合に臨めることが多かったし、また試合中も安心して、出場できたというところがありまして、自分もまた同じようにですね、恩返しだと思って、スポーツ選手の、もちろんケアしたり、ケアというか、テーピングやったりとか、あるいはですね、コンディショニング作ったりとか、試合当時最高のパフォーマンスが、取れるようにですね、取り組んでおります。また姿勢改善してもっとさらにパフォーマンスが上がるような、取り組みもまた行っております。はい、これからそのようなことに取り組まれながら、今後どんな院を目指していくなど目標はございますでしょうか。目標はですね、もっともっと腰痛患者さんのですね、施術を、しっかりやらせていただいて、地域にですね、腰痛患者さんが一人もいないようなぐらいまでなれたらいいななんて思っておりますが、はい。先生、今日は貴重な時間、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。